どうもポケモンカードの脇地です。はい、今日はねこれメガルカリオボックスね、これ欲しくてまあ、アマゾンでね安くで手に入れましたね。うん、でもアマゾン安い、アマゾンもう店で買うよりアマゾンで買った方が安いんだ。うん、ということで開けましょう。これねライジングフェストが8袋入っているということで、まあねお得感があるね。でこれねカードが750枚だっけな、750枚、ちょっと裏見てみようか。うん、なんだろう、うん、まず8袋ね、8袋ライジングフェストがあって、でルチャブルの、そうルチャブルの EX が入ってるんだよ。うん、でエネルギーカードとかも入ってて、うん、これ何枚収納できるのかな、うん、だから750枚かな。あ、ここに書いてあったか、なんか書いてる、うん、あったあった、これこれ、ほらこれこれ750枚入るね。だからね、ちょっとね、カードがね、もう溜まりに溜まってね、収納するケースがなくなっちゃったから、うん、これ買ったらね、まあ、カードも入れれるし、しかもパックもあるから、うん、あと、ルールブックも入ってるらしいね。だから、まあ、一石二鳥どころじゃないね。もう一石三鳥ぐらい。そんぐらいですね。とりあえず開けてみましょう。うん、これ欲しかったね、ほんと。ルカリオがね、ポケモンで一番好きかも。うん、そんぐらい。よし、こっからかな。あれ今か、これで開いたかな、開いたね。あれし開いたか、およしよし、おお、なかなか質がいいねこれね、かっこいいし。はい、こんな感じです。開封しました。はい。で、いろんな動画を見てきたけど、ここからこう開けるのかな、これ。こうかな、あ、こうだ。押して、おあ、中の方がもっとかっこいいかもね。おかっこいい。中の方がかっこいいな。お落ちたよ。これちょっと、ここに置いとく。これもかっこいいから取っとこう。よし、はい。はい。外はこんな感じ。うん、格闘エネルギーな、うん、かっこいい。ライジングフィストだからね、格闘タイプのポケモンがね並んでるね。よし、ということでこっから開けるのかな、こう、あれ硬いな、あれ硬い、あれ何を硬い、あ硬いな、ただ硬いだけか、なんか、おはいはいはい、おはいはいはい、こんな感じ、すげえ。ここにライジングフィストが8袋、ほら、この間ね、ルカね、この間の動画見た方は多分わかると思うんですけど、僕これで伝説作っちゃったからね、4袋買って、ルカリオ EX、メガルカリオ EX に、なんだっけな、あと一つ、あら、あのカブトムシ、なんだっけな、うん、カブトムシが当たってね、カブトムシの EX が当たって、もうね、すごい伝説作ったからね、これでまたね、伝説作ったら多分俺 YouTube のポケモンカードの神になるかもしれないぐらいね。まあだから、これね、まあ次回、回復します。で、はい、中身は、はい、これ、なんだろう、これが多分、プレイヤーズガイドかな、ルールブックかな、うん。で、これ。これだよ。あれ出てこ、これ。ルチャブル EX のパックだね。これちょっと開けんとこうかな。あんまルチャブル使えるかな。でも使うことがあったなら開封するけど、使うことがなかったらまあ開封しない。まあ、とりあえずこれ取っとこうね。はい。ということで、まあ、これ中はこの、なんか空き箱みたいな、これかな。うん、そうだ、空き箱みたいなのが入ってるな。はい。ということで、この中に、まあ、カードが750枚入るということで、まあね、このボックスね、うん、使える。うん、750枚も入るからね、使えるわ。うん。ということで、まあ、内容は、この内箱と、ちょっと、内箱、で、ルチャブルセットと、で、カードと、カードっていうか、説明書と、で、あとこのね、8パック入ってるということで、はい。これ、なかなか、お得な商品です。はい。ぜひね、買ってみてください。ルカリオ好きは絶対買えよ。もう命令だよ。もう買っちまえっていう話だよ。うん。ということで、まあ今日はね、この、メガルカリオボックス、ね、と、ね、これの紹介でした。ということでね、
もうね、僕あのポケモンカードね、ちょっと極めたいと思います。大会に出てプロモカードとかもね、集めようと、まあ、思ってます。ということで、おわきちの、メガルカリオボックス等の開封動画でした。